日カ春朝1月9日から1977年11月1日は、沖縄県西原町出身の沖縄市の研究者、社会運動家、エスペランティスト、中上郡西原紛利を長出身、落死、四流三世、落死日カ家の光栄、ケイソ、春樹の次女、学鍋尊金は、なお、室王の妻となり、いつお、な弘徳を生んだ。 沖縄市販学校卒業後、小学校の教諭となり、一時校長にも任ぜられたが、1910年に、伊波風ーと知り合って彼が唱える、沖縄学に関心を抱くようになる。後に、川上はじめとも知り合って、社会主義にも関心を抱くようになる。教諭を辞めた後、新聞記者、沖縄県議となるが、1923年に、東京に上京して編集者となり、 柳田国夫のもとで民族学を研究、それをもとに自らの沖縄学研究を深めていった。戦後は沖縄人連盟の発起人の一人となるとともに他の在京の沖縄出身知識人とともに沖縄文化研究会を結成して一貫して沖縄学の振興と沖縄変換の実現のための活動に努めた。エスペラントとは市販学校時代に出会い、 中原善忠の勧めにより、本格的に学習。日本エスペラント協会に入会する。1920年代、中立主義によらず労働者のためのエスペラント運動を唱えるサットの影響を受け、プロレタリアエスペラント運動の中心人物の一人となった。戦時中、自局迎合の姿勢を強めていく、日本エスペラント学会を僕の考えている。 エスペラント運動ではないとして脱会。戦後には、ベトナム戦争に抗議して、昇進自殺した、エスペランチスと、ゆいただゆきしんの追悼集会の発起人となった。ガベマサオ、ヒカシュンチョウ i s b n 九百七十八から四から六四二ゼロゼロ五一五九 p 百四十、大島義シ宮本正サ反体制エスペラント運動誌賛成堂、百七十四年。 日本エスペラント運動50周年記念行事委員会日本エスペラント運動資料 1906-1926p31 ありがとうございます。